アルブレヒト・アルキビアデス・フォン・ブランデンブルク・クルムバッハは、ブランデンブルク・クルムバッハ編教博カジミールと、バイエルン公アルブレヒト4世の娘ズ・ズザンナの息子で、公的には1527年から、ブランデンブルク・クルムバッハ編教博の位にあったが、成人前であったため1541年までは、おじのブランデンブルク・アンスバッハ編教博・ゲオリクが、後見人として、実際の統治を行った。 母がハプスブルク家の血を引いており、神聖ローマ皇帝カール五世とフェルディナント一世兄弟とは、またいとこにあたる。福エナのアルキビアデスは、権力欲の強い日和り主義のアテネの政治家、アルキビアデスになぞらえて、後代の人々が皮肉でつけたもの。存命中は、ベラトール、すなわち、光線博と呼ばれていた。自分自身が、プロテスタント信者であるにもかかわらず、 アルブレヒトは、シュマルカルデン戦争では、最初は神聖ローマ皇帝カール五世の側の、傭兵隊長、騎兵隊長として参戦している。しかし、1551年になると、ザクセン選抗モーリッツの防御に加担し、フランス王アンリ二世とのシャンボール条約の仲介を行っている。アンリ二世の支援を取り付けるために、ロレーヌ地方の国境のトゥール、メス。 ベルダンの核教区が割用された。後にアルブレヒトは再びカール五世側に寝返った。マーデンブルク城司第二次返境白戦争は、ホーエンツォレルン家によるフランケン公領の創設を目論むアルブレヒトと、主にニュルンベルク氏及びフランケン、ライン地方の司教たちとの間で戦闘が行われた。彼は残虐行為を働きながら戦争を遂行し、 フランケン全土の広い範囲を荒廃させた。ニュルンベルク氏が降伏した後、アルブレヒトはバンベルクとフォルヒハイムを占領し、ビュールツブルグ司教とバンベルク司教に、法外な代償を要求した。また、シュパイアー司教フィリップ2世に対しても15万、グルデンの面や木き金を要求し、これが拒絶されると、マーデンブルク城とハムバッハ城を破壊した。この城石は1832年に、 ドイツの自由の象徴となった。アルブレヒトがパッサウの和訳の受諾を拒否したため、ザクセン戦艇公モーリッツを最高司令官として参集した、バンディスタンディシャヘアと呼ばれる諸侯の連合軍は1553年、ジー・フェルスハウゼンの戦いで、アルブレヒトを下したが、モーリッツはこの戦いで銃撃を受けなくなり、ボルフェンビュッテル公、ハインリヒ2世の二人の息子も戦死している。 アルブレヒトの故郷であるフランケンは蹂躙され、バイロイト、ホーフ、クルムバッハは1553年までに焼き討ちされた。フランケン系法園ツレルン家の居城で防衛施設でもあったプラスセンブルク城は1554年6月まで包囲された。クルムバッハ公領の首都のクルムバッハは1553年11月26日に徹底的に破壊され尽くした。 アルブレヒトは1554年に最後の戦いに敗れ、国外追放となった。彼は、バーデンドゥルラ派辺境白カール2世に嫁いだ妹、国軍での家族の下へ逃れ、プフォルツハイムで最後まで暮らし、そこで亡くなった。現在では、彼は、ギランバレー将校軍に罹患していたと推測されている。アルブレヒトの死後、クルムバッハは、重帝のゲオルク・フリードリヒが相続した。 これらの文献は、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成時に直接参照してはおりません。ありがとうございます。